大阪女学院中学校、高等学校は、大阪府大阪市中央区玉作り二丁目にある市立、中学校、高等学校、国際バカロレア認定校。略称は、女学院、大女、おい。アメリカカンバーランド長老協会系のミッションスクールである。在校生、卒業生は、おいと称することが多い。教員の採用資格にもあるように、 教員は全員洗礼を受けたキリスト教徒である。中高を通して、毎朝の礼拝、週1回の聖書の授業、各学期末における聖書のテスト、また年に一度、修容会また伝道習慣と呼ばれる宗教行事があり、宗教色の極めて強い学校である。高校には普通科と英語科が設置され、英語教育に力を入れている。普通科でも、 高校1年生の夏季休暇中に有志の海外研修がある。高校は文部科学省によるスーパーイングリッシュランゲージハイスクール指定校となっている。また、高校2年生の夏季休暇中に有志で海外への語学留学の機会を提供している。1990年代2000年代にかけては中高一貫校としての性格が濃くなり、高校の募集は若干なとなった。 現在では、ほとんどが中学からの内部進学者である。オーストラリア、シドニーにあるレイビンズウッドスクールフォーガールズとは、姉妹校締結がある。また、日本性公会関連の桃山学院中学校、高等学校、長崎市にある、活水中学校、高等学校との交流がある。アメリカ合衆国から来日した選挙史により、 1884年1月7日に西区川口居留地にウイルミナ女学校が開校した。公名は最初の寄付者2名の名前を組み合わせたものである。また1889年9月には別の宣教師により川口居留地に大阪一女学校が設置された。大阪一女学校は開校直後に土砂堀に移転した後、 1888年6月に西成郡清堀村に校舎を新築した。大阪市女学校は1892年に何和女学校へ改称している。1904年4月にはウイルミナ女学校が何和女学校内に移転し、二校が合併した。合併後はウイルミナ女学校と称した。1940年には日中戦争の選挙区の下 公明に英語を使用するのは望ましくないとして政府指示により大阪女学院高等女学部へと解消した。1944年には生徒は国島の陸軍工場や大阪駅出発係などへ学徒勤労動員されている。1945年6月1日の大阪大空襲では校舎を全焼する被害を受けた。戦後の1946年に 大阪女学院高等女学校に改称した後、学生改革により1947年に新生大阪女学院中学校、1948年に大阪女学院高等学校が発足した。1951年には学校法人大阪女学院が発足している。1956年には家庭科の専攻科を、また1963年には、 英語科の専攻科を設置した。しかし英語科の専攻科は、1968年に大阪女学院短期大学が開学したことに伴い、同短大に移行する形で1969年に廃止されている。また家庭科の専攻科についても、1973年に廃止された。同一敷地内にあった定時制高等学校、大阪女学院。 第2高等学校の遠隔についても本項目で記述する。1924年9月9日に大阪キリスト教女子青年学院夜間女子部として北国市大木町に開校した。1936年4月に大木町夜間女学校と改称し、同年6月には日本で初めての文部大臣認可の夜間女学校となった。 1944年にはめぐま星高等女学校と解消し、1948年には学生改革により夜間定時制のめぐみ聖女子高等学校へと改編された。1948年12月には YWCA から大阪女学院同窓会へと移管され、また大阪女学院敷地内へと移転している。1951年には 設置母体として、学校法人恵み女子学園が認可されたが、同法人は1958年には、学校法人大阪女学院と合併した。学校法人の合併に伴い、大阪女学院第二高等学校へと改称した。しかし1971年度以降の募集を停止し、1974年3月、限りで休校となった。 書類上は2007年6月に正式に廃止されている。ありがとうございます。